はいどうもこんにちはこの動画では私が以前作った合成映像の中で使っていた携帯画面の待ち受け動画を作っていきます今回のアクションステップはこちら今回はとても簡単なアニメーションとエクスプレッションを使って色々と応用していくことができるモーショングラフィックスを作っていきます汎用性の高い機能なので是非ともあなたもマネしてみてくださいそれでは早速本編を見ていきましょう アクションではまずはコンポジションの設定です名前はモーグラフという風にしておいて今回はスマホの画面ということで横が1080の縦1920にして縦長の画面を作っていきますそして動画の尺は10秒もあれば OK それでは早速ここに形を作っていきますということでまずはこのシェイプツールの中から楕円形ツールを使って円を描いていきます この楕円形ツールはシェイプアイコンをダブルクリックすることで画面いっぱいに楕円を描いていくことができます。今回は塗りの色はなしで線の色を白にしておきます。それではこれからこの楕円は円にしていくために形を整えていきましょうか。シェイプレイヤーの中のコンテンツ、そしてそこの楕円の中の楕円パスを開くとサイズというのがあります。 先ほど画面いっぱいに作っておいたので、このサイズは1080と1920になっております。このチェーンをまずは外しておいてから、この縦と横の長さは同じにしていきます。横500と縦500にしましょう。そうしたら、このシェイプレイヤーはサークルという風うに書いていきますが、もちろんここは丸だけではなくて、三角や四角などどんな形を使っても OK です。 ということでもう一つシェイプを作っていきましょう。今回は多角形ツールを使ってまたまたここをダブルクリックします。すると今度は五角形が作られます。この五角形もまた多角形パスが作成されていますので、ここを開いてからポイントの数を変えることで多角形の種類を変えることができます。今は五角形のため5になっておりますが三角形で作ろうと思いますので、ここを3に変えてみます。さあ、 するとこれで同じシェイプの中に丸と三角二つのシェイプが出来上がりました。これからシェイプとパスの説明をします。今現在シェイプの中にパス、つまり線が一緒に入っている状態なのでスケールなどをすると二つとも一緒に動くことになります。別々に動かしていく場合は新たにシェイプを作る必要があります。とはいえ最初から作る必要はありません。 この三角形のパスをコマンド X で切り取って新しくシェイプレイヤーを作った後にまたコマンド V で貼り付けていきましょう。するとここに先ほど作った三角形のシェイプが出来上がりました。これでスケールの数値を変えてもこの三角形だけが動くようになります。では続いてはアンカーポイントについてです。 真ん中にあるこの点をアンカーポイントと言いますが、この点を中心にシェイプがスケールされたり回転したりします。要は動きの中心点です。キーボード Y でアンカーポイントツールに切り替えておいたら、これを移動することによってアンカーポイントを変更することができます。これによって動きがアンカーポイントを中心に行われるようになりました。では続いてはこの三角形のサイズを変えていきますが、サイズを変える方法は2つあります。 一つ目が先ほど使ったキーボード S のトランスフォームメニューのところにあるスケールですがこれを使うことでシェイプを小さくした時に三角形の線の太さも一緒に細くなっていきます今回は線の太さは変えたくないので上のコンテンツの中にあるパスのところからサイズを変えていきますこの多角形パスの中にある半径のところから線の太さを変えることなくシェイプの大きさを変えていくことができます 今回は小さい形を作りたいので、サイズは50くらいにしておきましょう。では次はアンカーポイントの設定です。このアンカーポイントも2つあり、トランスフォームの通常のアンカーポイントとパスの中のアンカーポイントの2つがあります。今回は後でアニメーターを使ってシェイプを複製していきますので、ここは多角形パスの中のアンカーポイントを動かしていきます。 とということで今回はこの三角形は円の上のところまで移動させておきましょうこれはつまりシェイプは円の上にありますがアンカーポイントが円の真ん中にある状態ですこの状態で回転の数値を上げていくとこのように三角形が円の周りをぐるぐると回るようになります さあ続いてはこれをアニメーターを使ってたくさん複製してからもう少し複雑なシェイプを作っていきましょうということでコンテンツの横の追加のメニューもしくは上にある追加のメニューのところでリピーターというのを追加しましょうすると同じ三角形のシェイプが横一列に複製されます今回はこのシェイプのコピーの数を6に設定して増やしておきましょう そしたらこれでコピーが増えましたがこのまま回転させるわけにはいきませんので今回はトランスフォームリピーターからポジションのところを0にしてコピーしたシェイプを全て重ねていきましょうそうしたら続いて回転のところを動かしてこれを均等に周りに配置していきます回転の数値は360度割るコピー数なので今回は60度ずつ回転させておきますすると均等に配置されました それではこの小さな小さな三角形を回転させていきたいと思いますさっきのパスの回転のところではなくて今度は全体を回転させていきたいのでトランスフォームを開いてからここのところの回転でシェイプをまとめて回転させていきましょうか回転させる方法には2つあって1つがキーフレームそしてもう1つがエクスプレッションですまずはキーフレームですが最初のところで回転のアニメーションをオンにしますすると点が表示されますね そして今度はこのクリップの最後のところにインジゲーターを持ってきて、ここで回転の数値に359と打ち込んでおきます。するとクリップ全体を通して最初の0度の数値から最後の359度まで数値が動くようになるということです。 なぜ359度なのかというと最初に戻った時に1回転するように最後のシーンは359そしてループして最初にインジゲーターが戻った時にまた回転が始まるようにするためですこれで見てみるとシームレスで回転が永遠に続くループアニメーションが出来上がりですさあこれがキーフレームを使った動かし方です今回はせっかくなのでこのキーフレームを使ったシェイプをそのまま使ってデザインしていきます ということで続いてはシェイプを複製しておいてから今度は三角形の大きさを変えていきます先ほどよりも小さくしていってから三角形の中に小さな三角形を作ってみるとなんかかっこいいのではないでしょうかそしてまた複製しておいてからここのところからまた半径を上げていってちょっと大きめにしておきましょうそしたら今回は少しずらしていきます先ほど打った回転のキーフレームのところを開いて 回転の数値を変えていきますが速度を変えないためにキーフレームは2つとも選択する必要があります2つとも選択した状態で先ほどの60度の半分の30度を回転させておいて真ん中のところに配置させておきましょうこのままだと円に接しておりますので最初の方に行ったアンカーポイントを増やしていきますするとこのようにずれていきました もし回転を逆にしたいときは、このキーフレームを入れ替える代わりに、2つのキーフレームを選択して、キーフレーム補助のところから逆再生をすることもできます。ということで、ここまでがキーフレームを使った作業ですが、続いてはキーフレームを打たずに、エクスプレッションで動かしていく方法です。ということで、何も選択していない状態で、多角形ツールを選択してダブルクリックします。 そうしたらまたまた多角形の種類を決めるためにポイントの数は6にして六角形を作っていきましょうそうしたらまたまた半径のところで大きさを円の中に収まるように調整してみてくださいそうしたら続いてはこの六角形を半時計回りに回転させていきたいのですが通常であれば回転のメニューでマイナス方向にキーフレームを打ちますがこれからエクスプレッションを使っていきます ということで、ストップウォッチマークを Alt オプションを押しながらクリックします。すると、プログラミングと同じくコードを記載できる画面が開きます。After Effects は Java に対応しております。今回は時間に対する値を指定していきたいので、タイムると打っておいてから、そこに数値を記載していきます。例えば、30とここで記載しておくと、1秒間に時計回りで30ずつ回転するようになります。 ただ今回は左方向に回転させていきたいのでマイナス30という風に記載しますするとこのようにキーフレームを打たずとも永遠と六角形が回ってくれるようになります非常に簡単ですねまあこんな感じでいろんなシェイプアニメーションを作っていったら複製したり重ね合わせながらいろいろと遊んでみてくださいそれでは最後にキーフレームとエクスプレッションの両方を使ったやり方をご紹介します ということで今回はスマホの画面ということでこのように日本語でスマホを開く時に記載されている言葉を書いておきましょうおそらく大半のスマホにはホームボタン押せやと書かれているかと思いますということでテキストを書いておいたらまずはおさらいとしてキーフレームを使って文字を点滅させていきますということで不透明度を開いておいたらここでキーフレームをまずはオンにします そして1秒経過したところで変わらず同じ数値のキーフレームを追加させておきましょう。そしたら大体10フレーム経ったところで不透明度が50%になります。これで1秒経過すると半透明になりますね。そしてまた10フレーム動かした後で100%に戻るとしましょう。これで点滅が1回行われるキーフレームアニメーションが出来上がりました。 今回のように短い動画の場合はこのキーフレームをコピーしてもいいのですが長い動画の場合はエクスプレッションを使ってこれを自動的に繰り返すようにしていきますということでこの状態でストップウォッチをオルトキーをクリックしておいてエクスプレッションを記載できるようにします今回はエクスプレッションをいちいち書いていく必要はありませんこの再生ボタンみたいなのを押すとこのようにエクスプレッションのプリセットのようなものを提供することができます 今回はプロパティの中にあるループアウトのエクスプレッションを適用していきましょう。これはキーフレームの間をひたすら繰り返すときに便利なエクスプレッションです。ということでこれを適用すると先ほど作った不透明度のキーフレームアニメーションが何度も繰り返されるようになります。 ここでもしキーフレームの間隔を変更したければ、ボルトキーを押しながらキーフレームを動かすと、このように全体のバランスを変えずに間隔を変更できますので、これを使ってみてください。さあ、ということで今回の動画は以上です。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。